がないわ。草薙に先に行ってもらってよかった。でもこのままだと私も持たない。受け取ってみて。すぐに裾野の方へ向かってく。そんなのダメ。支援完了。もうあれを解放するしかなさそうね。できることなら切り札をこんなに早く使いたくなかったわ。どうしてここに戻ってるの？よかったでしょ。帰る時間が省けたし、漁師の海の奥で迷うことも回避できたわ。確かによかったわね。それで少し質問してもいいかしら？え？あなたの話だと、こういう世界へとつながってるこの道は、スーサナみたいな純粋な人だけが最後まで進むことができる。だったらどうしてあなたのイデアの種が急に道の奥に現れたの？矛盾した話よね。ミステル、一体何を隠してるの？あの怪物たちを何とかするって具体的にどんな方法を使うつもり？あら、もうキラのような賢い人ならすぐにわかると思ってたわ。それができるのはただ固有世界へとつながるこの道は、私自身を構築する素材で作られているからよ。万が一二人が対応できないような敵が現れたら、私の体の一部を漁師の海に捨てればみんなの安全を守れる。そうでしょ？ミステル。あら、どうしたの？17号、あなたが驚いた顔をするなんて珍しいわね。少し面白いわ。知っているのにわざと聞かないでください。あなたで作られる道、一体どういう意味ですか？そのままの意味よ。私はイデアの母体、つまり聖魂空間を建築素材にして固有世界へとつながる道を構築するの。普通のイデアならこれほどの素材を提供できないかもしれないけど、私には聖魂計画の遺産がある。技術面で言えば、これは私が月でしたことと大して変わらないわ。原理はわかります。しかし理解できません。聖魂計画はすでに終わっています。今あなたがそんなことをしたら自身の命を懸けるようなものじゃないですか。だって仕方ないじゃない。それ以外は本当に何もできないんだもの。みんながアンカーポイントの統合で忙しくしてる間、私もいろんなやり方を使って、前に罠を設置した時のように固有世界に連絡しようとしていたの。でも全部失敗に終わった。連絡できなかったり、繋がった後にすぐに予想外のことが起きたりして、実際に応用なんてできなかった。もしかしたら私たちは本当に恐ろしい敵と遭遇してるのかもしれないわ。確かシャって名前なのよね。私のせいであの子たちはこんな場所に閉じ込められた。万が一そのせいで彼女たちが漁師の海で迷い、
不慮の事故に遭ったら私も辛いわ。だから今のところこれが最善の方法だって思わない？安心して17号。結局のところこれは私の体を一時的に貸してるだけ。もしかしたら人類の出産よりもリスクが低いかもしれないわ。もう少し私を信用するべきじゃないかしら。いつも無茶をするあなただから信用できないんですよ、ミステル。どうか全てがうまくいきますように。賢者の権能がプロメテウスさんの願いを感じた。プロメテウスさん、スーサナさんたちの今の状況はどうなっていますか？ちょっとしたアクシデントもありましたが、今のところは全体的に順調。ゼーレ、ビタ、落ち着いて聞いてください。スーサナの座標が消えました。